ヤガチャガチャンネルは。はい、どうもヤガチャッチャーというわけでございまして、久々にダークソウルなんか綺麗に仕切り直してる気がしないこともない、どっちだろう。はい、というわけで調べましたよ、ショーロンド遺跡の行き方。ちゃんと行ったことあんじゃん、この下らしいね。ってことはさ、途中の道中、危ない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 、途中の道中さ、ハイパー雑魚じゃね。だってねえ、相当昔に来たぜここ。そこに今更行くんだからね。まあとりあえず何、騎士官があるところまでは去って飛ばしちゃいますか。え、お前そんなやついなかったろ、そんなやついなかったろ、攻撃すんならしてこいよ。おう、はいはい、おお、ゲシ、マジかこいつ。こんなところにこんな銀兵士いなかったろ。こんだけバックスタブで食らうんだからいたらまずいよ。だから一回近づいて、なんか今のところでもう一回今の動きをやってくれたらお前死ぬけど、不用意に攻撃してこねえんだよな。うい、あっと、うい、やべ、ちょっと待って、どうしようかな。こいつのうまい、あぶねえ、攻撃方法が分かってねえな。よいしょ。そう、別にその人たちはどうでもいいんだよ。で、もう一杯飲んどいて。おい。オッケー、二枚抜き。ほう、お前何だったんだ？しかも1000点。ゴミオブゴミ。びっくり、コナミ。で、なんだっけ、手だっけ、あーだよね、亡霊と戦えるようにしなきゃいけないんだよね。まあ亡霊出てきてからでいいか。で、まだ獲得してない、いや、した気がすんだけどな。ここあれだよね、亡霊出てくるあたりだよね。で、ちょっとこれ歩きながら動くのも怖えな、一回使うか。で、うい、まあそうならあな、まあそうですよね。で、ここ落ちちゃうんじゃないの、この2個目のだまりの壁の向こうかな、あれか、あれが、ああ一本道があって、地獄みたいな一本道だな。落下の不安が怖えよ。来い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 、はい、よいしょ。で、改めてこの先に、あ、これだ、よ、全然読めねえけど、これがあのもう一回棺のなんたらんところの復活させる材料になってるのか。なるほどなるほど。で、まあ階段登って、階段登る前に見といた方が、これも落ちちゃうよね、そういうことか。だから階段登っていいんだね。よしよし、じゃあとりあえずどんどん階段登って、今ここで道中で殺される可能性は限りなく低いと思うから、もうどん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 やっちゃって先進んでいこう。まずはね、白い光まで到達してこの先の展開を見てくっていう流れが大事かなと思うので。レバーあるじゃん、仕掛けが動かない。もう2億回ぐらい見たら仕掛けが動かない。あ、うるさいうるさい。で、よいしょ、どうせどっかにあれだろ、キャンプファイヤーあるんだろ、そこで回復すればいいんだ。
さすがにね、もう構ってらんないけど、ただ手の数、亡霊と戦えるようになるのはあのアイテムの数が足りてるのかは不安だよね。あと1個しかねえからな、道中に会ってくれたらいいんだけどなとか思いつつ、あそこにいるんじゃないねえ。はい、でパリングだが、むしろだけどあれ壁殴ってただけなのに当たるのね、あいつどういうなんかヒット判定で。んで正面に宝箱、おいし、おもう1回目の壁じゃないですか。あーこれが伝っていけるのか、先に移動しとくか。マンドラゴラ的な何かある？あ、一時の呪い、来た来た。なんかちょっと怖い、火力持ってそうな演出はあったけど、その前にやっちまったので、で一時の呪い、あいいですね、いいですね。それがなくて困ってたかもしれなかったから。ほう、どういう場所？下にも行けんのか。おお、名もなき戦士のソウル、デゲレンデンデンデデンって。あ、もう来ないの？来るならおいでよ。あー君すごい中途半端な位置にいるね。重なってはいるのに当たらない位置にいるのすごい憎いよ。はい、お疲れさんでした。先降りとこうかな。おっとっとっと、ちょっとなんかこっちの下の方が未来がなさそうな道に個人的には見えるので、道ないか。やべえ、ここよくなーい。あーでも大丈夫かな。オッケー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 。でそっち側にも同様にな感じか。あー飛び移れねえこともない気がするけど、もう行くところがないよー、助けてーの後のルートだなあれはな。でおい、いや明らかに順番もダンジョン攻略の順番間違えてるぐらい戦力の差がついてる気がするけど、逆に言うとさ、なんかレベル上げてる時ってさ、これレベル上げてる価値あんのかなと思ってたけど、意外と価値があることの証明だよね。なんだここ、これこっち側からじゃなくてこっち側からか。よいしょ、昔の俺ならこんな道探して歩こうとすらしなかったもんな。おん？そういうつながり方か。じゃあ上にから行かなきゃ意味ないのね。さて。ああ、一時の呪いはもう困んねえな。で、こっち側バー進みまして、なんもないとは思うけど、先っぽまで行っとく。上になんかいんな。で、これがさっきの通路な。で、こっち側通路があって、飛びゃあ行けるけど、帰りどうするみたいなところか。じゃあ一回、進行が目的なので、見えない敵いる？おー！あーっと、待って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 。戦えなくなってんじゃん。やべ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 。一時のやばい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 、死んだな。ここら辺かな。あ、こっちにも階段あるね。ちょっととりあえず姿が見えんことにはなので、でさっきよりは絶対最短距離できたから、さっきほどなんつーの、早く切れるみたいなこともないと思うので、でまずいまずいっつって逃げてこっち側かな。あー上側から来てるか。よいしょ。でまあとりあえず一回これで倒して、でそこの奥にもいらっしゃるのは分かってるから、いやとりあえず経験値のね取り返しが一番大事だったので、で、その後、もう来たか。で、まあ、もう、さっさと全員やろう。お？ああ、下に骨が転がってる音がしてるだけか。
いやーこれさ、なんかこの一時の呪いどれぐらいで使えるよう使えなくなるのかの効果みたいなものが分かんないとちょっとしんどいね。で、あれか、多分だけど一時の呪いが今グレーアウトしてるから今はまだ効果あるよってことか。じゃああそこにセットしとくのが正解だな。で、高名な騎士のソウルで上に1体、上に1体いるのはどうでもいい。よいしょ。まあただ残しておくほど優しくもないから倒していこう。あー、まだ上にいるのか。プツプツダメージ食らうよねここね。んで、そうなると今2ルートか、暖炉の中のところから行くかこの階段降りるか。暖炉の中の方が正式ルートじゃないように見えるから先に暖炉かな。で、これは登れるのか。この登ったりするのもな、ちょっと怖いんだよな。急になんかバッて求められてもさ、わかんないしできないじゃない。あー、さっきの上から見てるやつがいたところか。お前敵なん？敵ならもう撃ってくるよね。ほう、こんなところに訪問者とは。幽霊以外は久しぶりじゃが、お前さん王の器を持っとるのか。そうか、お前さんが、お前さんの目的は分かっちょる。わしの封印しとる4人の小王に用があるのじゃろ。これが封印の鍵じゃ。超こっちが正規ルートじゃん。4人の小王はこの遺跡の最深部におる。この鍵で封印を解き、水門を開いて進むがよい。ああ、それから一つ忠告じゃ。奴らは深紅と呼ばれる闇に住んでおる。そこは、なんだ、遥か昔、騎士アルトリウスだけが深紅を歩いたという。ほう、彼を探し力を借りれば、あるいは深紅に入る。ああ、なるほど、深紅には入れねえってことか。終わり？お前さんかどうかしたのじゃ、封印の鍵を託したら邪神できることなら誰でも協力するぞ。お、ああ、一時の呪いと呪い抵抗。ほうほうほう、いくら5000だったら買っといていいんじゃね。で、呪いを解除してもらう。で、話す。ショーロンドはダークレースを封じるために滅びた。殺せるのじゃと。ダークレースは人とソウルで生きる全ての敵じゃ。もう二度とこの世に放ってはならんのじゃと。なるほど。呪いで死んだ時本当はここ来れば解除してもらえるんだ。まあ、これぐらいの距離だったらね。いやー、でも真面目なこと言ったらキャンプファイヤー1個は欲しいか。あれだよね、ファストトラベルの距離がさ絶妙だよねこのゲーム。ずーっとなんかそこでファストトラベルさせてくれるのはありがたいといえばありがたいんだけどもみたいなさ。あ、これあれか、さっきの飛びはいけるかもしれないけどって来たところの先だな。で、どうせここの上とかにガガガンっているんじゃないの。ほう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 。ちなみにね、細かい話ですけど、前よりカメラの感度を縦横2ずつ上げてます。で、名もなき戦士のソウル。え、道つながっちゃうのかよ。なんか、ようやくこっちだとかさ、下側の方のシンクがどうのこうのみたいなやり取りしたから、ちょっといい感じに方向性が見えてたのに、まさかのここで分岐点か。あー、行き止まりだって言おうと思ったら行き止まりじゃねえでやんの。助けて。コンポジット棒絶対使わないよね。だ、来る順番的にはやっぱりオーバーキルなんじゃないのかな。で、さっきのここからだから念のため下と仕掛けはやっとくよな。仕掛けは動かない。ショートカットになるのか。ここは封印の鍵。あー、こっちが正解。動かしてみっか。あ、水門開くわこれ。はあ、なるほど。はあ、それで水が引くのか。なるほどね、マップ設計自体に大きな変更点じゃん。で、引きました。
危ねえ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 、今なら来るとか。これで、ああ上に上がるから下に行けるんだ。でまあそれは分かったけど、まだまだ行ってねえルートがあるから、そのルートは行ってからじゃないとちょっとね、なんか不気味よね。広いなここ。ショーロンド遺跡か。で人間性、前も言ったけど人間性ネズミ立てたら取れる場合があるからなんとも言えねえんだよな。渡れそうな気配プンプンかましやがってんな。まあ一回渡っとくべ。だしねえ、あそこにあんな感じでねアイテム置かれたら取っとかないとって感じするもんね。とえ高い犠牲の指輪わかんねえ、もうずっと感じむずい。死んだ時何も失わず呪いも無効化し壊れる。なるほどね。だ蘇生の指輪がなんだかんだで2個あるのかストック上で。ここ大丈夫なところか。ぱっと見、あーでも足元は見えるな。こっちこんなに穴あるのか。こっち側にも1個だけあったんだよね、ここがね。まあ暖炉前か。ああってことはどれでもよかったんだ。だこれで一回探索が終わって、なんか人の姿にも見えるなあれで。せっかく地下に入ってそっち側行ったんだけど、もうちょっと地下があるんだったらまずは何ちゃんと中身を見るべきじゃないかなと。でもそこで終わりそうな雰囲気もあるか。よいしょ、呪い神の指輪、よいしょ、よい、当たってねえな。なんとも言えねえ。ああ当たってねえんじゃねえわ、当たってねえんじゃねえわ、使えるようになってるわ。でよいしょ。いやいやいや見失うな急に来られると。にしてもここまで行くとしてあれがなかったな、キャンプファイヤーがねえな。飛び降りられそうな高さだけどもエレベーターがあったわけだから、エレベーター側からしっかり探索した方がいいかな。じゃああのエレベーター乗ってみるか。よーし行くぞ。どこまで行けるんだろう。途中に綺麗にそのシンクに行くための何か手ほどきをしてくれるやつが現れるのか。うわーこれはなんか不気味。そうだよね、足跡もう一個聞こえたもん。おい硬えなー、どういうこと。おい待った、ちょっと待てよ。できれば一発振らせて、そのゴワーの意味が分かんねえけど、まあエストビンの無暇さえくれれば。ほいで一回、あーやっ、何豪商派、オッケー。1200ポイントってことは高えは高えんだ。なるほどな。でとりあえずあのドラゴンみてえのと対峙する前に見とけるものは見といた方がええやろ。ちょっとね不気味でね、軽めに産地削られてるんだけど、虫とか出てないだけまあまあまあみたいな感じ個人的には。透明、あーなんかいた、さっきと同じ感じかな。それずるくない、なんか最強盾じゃん、さっきよりでけえな。
はい、まあまあ、よいしょ。それ最強盾じゃんな。えいって、スタミナもすっげえ持ってかれるし、納得いかんわ。豪勝派ねえ。北斗の拳分かんない人ね、ピンとこないと思いますけど、よいしょ。おい、なんだ、縦からの縦弾きから突き刺しで全然余裕じゃん。どけどけ。んで白い扉か、白い扉か。ボスじゃないといいけど、とりあえず回復して、はい。さて、ああ、まだ通路だ。ここはまだショーロンド遺跡なのか。ほい、え、あれか、流してる攻撃種によっては止まらねえのか。出たよー。その間攻撃する気全くない。豪勝派、豪勝派からの突き、オッケー、お疲れ。で、何あれ、ただただキモい。しかも顔出しちゃう、顔じゃんお前も。やべやー、何こいつ、キモ、気持ち悪いという感情が。ただ、なんかこれベタベタしてんのがついてて、移動速度が落ちてるし、ダメージ食らってんのか。で、なおかつお前もいんのか。あいつが上がってくる前になんとかしてえな。豪勝派、暗い、豪勝派食らってる。で、おお、ダメージでかっ。ちょっと待ってよ。はい、ダメ、プラマイゼロ、むしろ前。はい、あれ食らえないな。で、はい、いや、いいよ一発。はいはいはい、よいしょ。死んだし、ここまで戻ってくんのめんどくさ。どっかにショートカットとかあんじゃねえかな。